はい、皆さんどうもこんにちは、ライナーズです。ここは茨城県水戸市 JR 水戸駅です。今回は水戸駅から品川駅まで常磐線特急日立に乗っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。特急日立は2011年の東日本大震災の影響により仙台駅までもともと行ってたんですけれども、仙台まで行かなくなってしまいましたが、2020年のダイヤ改正からだったかな、それからは仙台まで特急日立号が乗り入れるように再開されました。本当におめでたいことです。今回は途中の水戸駅から終点の品川駅まで乗車するということになりますが、今回も E657 系日立号に存分に楽しんでいきたいと思います。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急日立22号品川行きです。途中上野東京に停車いたします。グリーン車は5号車です。いきなり建物の画像が映っているんですけれども、こちらは茨城県水戸市にある京成百貨店です。京成百貨店というのは東京都や千葉県、そして成田空港までを結んでいる京成電鉄の子会社、株式会社京成百貨店が運営している百貨店なんですけれども、これがですね、なんと茨城県の水戸市にしかないんですよね。京成線沿線にはないということで、今回はこの京成百貨店も行きつつ、京成百貨店の屋上で開催された京成グループ夏の夕涼みフェスタにも行ってきました。今回このフェスティバルではなんとですね、京成電鉄の社長さんがいらっしゃいまして、僕もですねご挨拶させていただきました。本当に社長さんありがとうございます。京成電鉄の社長さんがこのチャンネル、そしてこの動画をね見ているか分かりませんが、本当に時間を割いていただき本当にありがとうございます。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。この映像の中に京成電鉄の社長さんがいらっしゃるんですけれども、皆さん果たして見つけられましたでしょうか。この駅は友部駅です。ここから先水戸線と分かれまして、水戸線は笠間、そして下館、小山方面へと行きます。小山から先は東北本線や東北新幹線、そして両毛線も乗り入れるビッグターミナルにつながっているんですね。水戸線というのに水戸駅は通らない水戸線ですが、水戸駅に直通する列車がほとんどなんですけど、水戸線の中に水戸駅というのは存在しておりません。この駅は日立の牛久駅です。もう土浦駅も飛びましたが、この日立の牛久駅は昔筑波万博が行われていた万博中央駅という臨時駅というのが、あの先ほどの、ちょっと名前忘れました、ごめんなさい、日立の牛久駅、あちらに設置されていましたが、半年ぐらいで、もうなくなってしまった幻の駅です。確か広木鉄道チャンネルさんとかが紹介していると思います。今通過している駅は龍ヶ崎市駅です。この龍ヶ崎市駅は2020年のダイヤ改正で讃岐駅から龍ヶ崎市と改名しました。この龍ヶ崎市駅では関東鉄道龍ヶ崎線が乗り入れておりますが、再びずっと讃岐駅というまんまになります。なので JR の方は変わったんですけど、関東鉄道の方は変わらないというのが現状です。常磐線の藤代駅から取手駅の間は交流から直流に変わるデッドセクションがあります。このデッドセクションというのはですね、まあ、電気の入れる方法が変わるということになりまして、昔の電車とかは車内の電気が暗くなったりとかしたんですけれども、今は車内で電気は暗くはなりません。今の電車は性能がいいですからね。でも僕携帯を充電したんですが、充電していたものは一旦切れて、それで直流区間に入った時にはまた電源がついたという感じで、充電器はですねまだ電気が切れるというのが現状になっています。電車は取手駅を高速で通過します。取手駅では関東鉄道常総線との乗り換え駅ともなりますし、常磐線の各駅停車、観光線もこの取手駅が発着、取手駅から発着しています。だから地下鉄千代田線とか小田急線に直通する電車は取手駅から先の区間で運行しているということになります。この取手の街はつくばエクスプレスができてからはどんどん衰退してしまって、本当にかわいそうな街だなと思いますが、駅の周辺では再開発事業が行われ、どんどん魅力ある街づくりが今行われています。
電車は利根川を渡り千葉県に入ります。これが茨城県と千葉県の県境なんですね。利根川をずっと下流の方に行きますと銚子まで行き、銚子から先はもう東京湾っていうのかな、まあそっちの海の方へ出るんですけれども、この利根川をずっと上流行くと群馬県の方まで、ね、行きますから、それは驚きですよね。電車は千葉県に入りました。ここからですね、松戸駅の手前江戸川を渡るところまでは千葉県です。これが千葉県の我孫子市かな、多分我孫子市だと思うんですけれども、我孫子駅では成田線と合流します。この我孫子駅名物というのがやっぱり唐揚げそばの弥生軒ですよね。ホームにある弥生軒、チェーン店の方ではありませんが唐揚げそばが有名で、僕も食べに行ったことがあります。弥生軒を高速で通過しました。これが我孫子駅です。ここから先、先ほども言いました成田線が伸びていて、成田や成田空港方面へ直通する電車もたびたび運行しています。そして新松戸駅を間もなく通過、この目の前に見えている高架橋、これが北小金支線だったかな、武蔵野線につながる短絡線になっていて、もうすぐ新松戸の駅を通過します。新松戸駅では真上に JR 武蔵野線が通っています。これが上真上 JR 武蔵野線です。武蔵野線はもともと貨物線として計画をされ、貨物線として運転が始まりましたが、その後旅客線に転用された路線としても知られています。ですから駅間がものすごく長いことでも有名です。向こうの方からまたまた高架橋が伸びています。武蔵野線から今度やってきたのは馬橋支線、常磐線から武蔵野線への短絡線です。この先ですね、なんか馬橋駅でなんか写真をね構えてる人、写真というか、ね、カメラを構えてる人がねいたので、なんか来るんだろうなと思ったら奇跡的にあの車両が来ました。なんと反対側に走っていったのはもうね臨時列車のカシオペア。これはですねカシオペア新州として運転日でして、僕もね運転日のことすっかり忘れていて調べてもいなかったんですが、偶然通ったのですごくラッキーでした。今回は茨城県の水戸市京成百貨店にて京成電鉄の社長さんにも会って、そして帰りにはカシオペア新州とも離合して、本当にハッピーな旅になったと思います。今ただいま通過しているのは、これは地下鉄の綾瀬駅ですね。地下鉄と名乗っているのになぜ地上駅にあるかというと、この先千代田線の北綾瀬支線というのがありまして、北綾瀬支線を進むと北綾瀬という駅があるんですけど、その先に綾瀬車両基地という車両基地があるからです。車両基地はですね地上に作るのが当たり前というか結構地上にあるのが多くて、横浜市営地下鉄とかもそうなんですけど、なので地上にねやっぱり東京の都心だと土地がありませんので、綾瀬の方に車両基地を持ってきたのでしょう。ただいま上走っていたのが東武伊勢崎線スカイツリーラインですね。でもうすぐ北千住駅に到着するんですが、この日立号はですね、なんと僕たちも言ってなかったんですけど、水戸駅を出ると上野駅までノンストップということになります。これはすごいですよね。なんかこういうのって上越新幹線とかでもありまして、大宮を出ると一気に新潟まで止まらないノンストップ特急みたいのがあります。まあ、そういう感じみたいに上野を出ると水戸まで止まらない、または その逆、水戸を出ると上野まで止まらない、今回は水戸の次は一気に上野まで止まらないという速達のスーパー日立に乗っています。まあ、スーパー日立という名前ではなく普通の日立号なんですけど、昔もねスーパー日立という列車も走っていて、この列車はスーパー日立に値するぐらいの速達性を誇っています。ただいま北千住駅を通過です。この北千住駅では東武伊勢崎線も乗り入れていますが、東武線の特急というのはね北千住駅を全部停車するんですが、 JR は北千住駅はあまり大きくないので通過扱いということになります。まあ、北千住って結構大きいんですけどね、 JR も乗り入れていて東武も乗り入れてる、そして地下鉄の日比谷線や千代田線、そしてつくばエクスプレスまで乗り入れている超ビッグターミナル駅です。東京の北のビッグターミナルといってもいいんじゃないですかっていうぐらいすごく大きな駅になっています。そしてちょっとかわいそうなのが北千住駅と南千住駅の間に走っているすぐ真上、これが京成本線です。今回は京成百貨店に行ったので、ここで京成本線がこう見られるというのはちょっと違和感ありますけれども、まあ、水戸にね京成百貨店があるのは驚きですし、ここで京成の
線路が見れたのはすごくラッキーなことで、京成電鉄の社長さんにもね会いましたので、もうこれ僕何回言ってるのかと思うんですけど、本当に嬉しかったです。僕も鉄道会社の社長さんなんて会ったことないですからね。前銚子電鉄の竹本社長から僕の動画にコメントをいただいたことがあるんですけど、そのことぐらいで、鉄道会社の社長さんに会うことはねめったにありませんから、僕も今回嬉しかったです。京成電鉄のファンとして本当にありがとうございます。皆さんもね、鉄道会社の社長さんって会ったことありますかね。もしね会ったことあるよっていう方いらっしゃったら、どこの鉄道会社さんの社長さんで、あとはまあどこ場所をどこで会ったかというのもねお聞きできればいいと思います。コメント欄にてどしどしお待ちしております。この駅は常磐線の三河島駅です。三河島駅はホームが狭いことで有名で、あとはね三河島脱線事故というめちゃくちゃ大きな事故が昔起こったのも有名ですよね。確か貨物列車かなんかが脱線したかなんかなんですよ。だから僕もねなんかあんまり詳しくは分かんないんですけど、僕の友達がそういうね事故関係に詳しい人がいて、その子から教えてもらったことがあります。ご案内いたします。列車ただいま時刻通り運転をしております。あと5分ほどで上野駅に到着をいたします。上野駅到着まで今しばらくお待ちください。まもなく日暮里駅に到着しますが、日暮里駅の手前では都営の日暮里舎人ライナーと交差、そして目の前見えているのがこれが京成本線ですね。京成もあそこではね、さっきの北千住と南千住の間ではスルーしてしまったんですけど、再びここで合流するということで、ちょっとね違和感ありますが、日暮里駅で再び合流するのはすごくいいことですよね。向こう側には新幹線も見えていますし、日暮里駅のこのトレインミュージアム上下五印伝橋から見る景色がすごくいいです。そして常磐線の日暮里駅というのはすごく重要な駅で、常磐線の起点駅0キロポストがある駅でもあるんですけど、残念ながらこの日立号は通過してしまいます。日暮里に泊まる日立というのもねあるんですが、だいたいほぼこの日立号は日暮里駅を通過するということになります。常磐線にとっては日暮里は超重要な駅なんですけどね、これはちょっと残念ですが、日暮里に泊めてくれたらね、やっぱり成田空港に行く方とか、なんかスカイライナー乗る方とか結構利便性いいと思うんですけれど、まあ、その前に京浜東北線の快速電車をね、僕は日暮里駅に泊めてほしいなとたびたび思います。だから快速に乗っていて上野駅とかで山手線乗り換えのめんどくさいですかね。そして最後に京成本線の電車が見えました。あれは3000型ですかね。今回は京成グループの旅になりました。最後はこの JR 京成グループではないんですけれど もう京成電鉄の社長さんに会えたことで、もう本当に京成グループ尽くしの旅になったと言っていいでしょう。水戸でいて一泊をしたんですけど、水戸ではね水戸京成ホテルに泊まりましたし、あとは筑波山も行きました。バスも乗りました。バスも京成グループの企業である関東鉄道バスとかも乗りましたし、筑波エクスプレスも京成が一部出資しているんですよね。今回は京成電鉄に関連することがたくさんありました。本当にいい旅になったと思います。まもなく電車は上野駅に到着ですが、なんかね、上野に近づくとなんかね、寂しい感じになってきますよね。北関東3県いろいろあるんですけど、群馬、栃木、茨城ってあるんですけど、僕やっぱり茨城県が一番好きですかね。なんかね、都道府県で一番最下位、47位になってしまった、なんか魅力度ランキングみたいなのありますけれども、茨城県って本当に1位ぐらいでね、輝いてるんじゃないかなと思います。僕もあんまり群馬県、栃木県はあんまり行ったことないんですけど、群馬県の方は結構行ってるから、でも栃木も日光とか行ってますけどね。まあでも群馬も栃木もすごいいいですよね。なんであそこの県がね、なんか最下位の方になってしまうのか謎ですが、今回茨城県、魅力度、最下位になってしまいましたが、もうねみんなね最下位になってもね、あまたかという感じで済ませてしまうんですけど、茨城県は本当にいい都道府県です。なんかね水戸駅の手前に千箱もあって、あとは京成百貨店もあって、そして偕楽園、そして地震速報でもおなじみな水戸芸術館にあるアートタワー、ああいうのもねたくさん観光名所もありましたりありまして、あとはね随一の藩校である弘道館とか水戸城とかもありまして、結構水戸は東京都心からも行きやすく、そして北関東でも結構栄えているところだなと改めて実感しました。僕もね茨城県の水戸市行ったのは2回目なんですけれども、1回目の時よりか2回目の方が栄えている印象があり、人も結構活気がありましたね。そしてこの電車は品川行きですので、品川まで足を伸ばしてくれます。今回は終点
日立号に乗車してですね、前後してしまいましたが、終点の品川駅に到着です。品川駅に乗り入れたのは、この上野東京ラインが開業してからで、多分ね、2015年とか16年とかそれぐらい、まあここ最近のことなんですよね。それまでは常磐線とか東北本線などは上野駅発着が多かったですが、現在は品川まで足を伸ばしてくれます。本当に便利になりました。ではご視聴ありがとうございました。